今回の視察展では、福井県小浜市の、ガラス工芸作家武田恵子さんとのコラボ作品も展示しています。武田恵子さんは、小浜のケーズアンというあの工房を小浜の方で開かれていて、でそちらであの琉球ガラスの作品を作っておられます。で沖縄の、ね、海をイメージした、こうブルーでこうガラスを作ってガラス作品を作っておられて、私も青い世界を描いているということで、今年は2度目のコラボになります。こんな感じで私が武田さんのお皿にペイントをしています。で金箔も使ったりとかしています。で今はオバマブルーという色を開発されているそうなので、すごく楽しみにしているんですけど、で今回 のガラス作品は、武田さんのガラス作品と私の青い世界のこの絵、このポストカードとかでおなじみの絵なんですけども、そちらと組み合わせて制作しました。今回の被写展で DM の絵にもなっている作品です。守護の木というタイトルの作品なんですけども、虹の、ね、プリズムがたくさん書いてあります。今回の青い世界からマヤブルーというマヤ文明時代の色を使用しています。マヤ文明時代のそのブルーっていうのは今も現代も色をあせることなく残っているということで、なんか世界中の研究者の方が本当に今も研究を続けられているそうなんです。でもなんかそのブルー の作り方だけはこう分かっていてでちょうどその絵の具をこう見つけることができて、天然顔料をちょうど探していたので描かせてもらうことにしました。そうで、なんかあんまアクリル絵の具でその天然顔料ってあんまりなくって、自分で作ろうかなとか思ってたらちょうど見つけた絵の具で、マヤの星空というタイトルをつけました。ちょうどねマヤ文明のことを少し知る機会ができまして、でその後にね生まれ出た絵なんですけども、本当によく見るとなんかマヤの時代の壁画だったり絵文字だったり、なんかその世界観が実はこの中にすごく現れてる気がして、本当にずっと見ていても飽きないなと思いながら、今日も初日でたくさんの、ね、お客様とこの絵の前でたくさんおしゃべりしました。本当に何が見えるか教えていただけたら嬉しいなって思います。